皆さんこんにちは。日本聖書協会編集部の飯島です。聖書に聞くコロナ時代を生きるためにと題してオンラインインタビューをお届けしています。ゲストは2018年12月に発行された聖書協会共同訳の翻訳事業にご協力くださった先生方です。今回は佐藤優子先生をお招きいたしました。第1回は心の支えとなっている聖句、聖書翻訳事業への関わりなどについてお話を伺いました。佐藤優子先生は日本文学研究者でいらっしゃいます。現在フェリス女学院大学で教えておられ、ご専門は夏目漱石を中心とする日本文学でいらっしゃいます。今回の聖書翻訳事業では日本語担当翻訳者として、また旧約の編集委員として専門家の立場から多くの書に関わってくださり、大変な労苦を払ってくださいました。佐藤先生、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。先生は大学で教えていらっしゃいますが、大学で現在新型コロナに対してどのような対応されているか、そのためにどのような苦労をされているか、工夫されている点も交えてお話しくださいますか。はい、私の所属する大学では前期のすべての授業がオンラインで行うことが決まって、4月23日から授業が開始しています。割と東京都とかの大学から比べると早くからこの Zoom のオンラインでの授業を始めたものですから、その準備進めることができました。オンラインの授業の場合、私たち大学が新入生を含めた全学生に発信することだけではなく、それを受信する側、学生側のパソコン環境が整っていないと授業が成立しません。それでまず何をしたかというと、新入生とその保護者にパソコン環境が整備されているかどうか、あるいはどのような支援が必要となるかアンケートを取るところから始めました。国が定めた大学の規模でいうと、フィリス女学院大学は小規模大学ですので、小さいから行き届くということがありまして、小規模大学ならではのきめ細やかな対応が可能となって、アンケートをもとに本当に個別に対応しつつ授業を行っているような状況です。それにしても授業をオンラインでなさることは準備も含めて大変だと思うんですけれども、オンライン授業を始められてお気づきになった点などございますか。はい、これはニュースや新聞でも報道されていますけれども、オンライン授業で明らかになったことは、引きこもり傾向のあった学生がしっかりと授業を受けることができているということです。少人数クラスのみならず、大人数での講義科目でも毎回ほぼ 100% の出席率で、学生たちはやはり授業を受けたいのだなと感じています。また学会にも、大学の授業のみならず学会でも新しいムーブメントが起きていて、実験的に今年の大体全国大会っていうのが年に2回とか年に1回行われるんですけれども、首都圏開催の場合も地方で開催される場合も人が集まることは避けるということで、集まることはもう中止という形なんですが、オンラインで実験的にシンポジウムのみオンライン開催を行った学会が2つほどあります。それで学会に参加するために交通旅費をかけて、長い時間移動なんてする必要がないために、通常だったらなかなか参加できない学部の学生とか、大学院生、それから子育て中の主婦の方とか高校の先生方など参加者がとても多く、いつもよりも多くて、今後は研究発表も今回は今年の春ですね、5月6月の大会ではシンポジウムのみでしたけれども、今後は研究発表もぜひオンラインでできるようにしてほしいという要望が多く寄せられたって聞いています。で、先日このオンラインの
この講演のために日本聖書協会と今回の対談の打ち合わせを行った際に、オンラインでは時間と空間を超えることができるねという話になって、まあ、今回の新型コロナウイルスの蔓延がまた新しい生活様式を作り出した一つの例ではないかなと考えています。まあ、対面で感じる空気というのはもちろんあると思うんですけど、そのオンラインでつながることによってまた新しい可能性が生まれたっていうか、まあ、そんな感じを私もいたしますね。はい、そうですね、本当にそれは感じます。個別に1対1である意味で向き合ってるっていう感覚を持っている学生もいるようで、なんて言うでしょう、確かに空間を同じ仲間たち、同じ学生の仲間たちと共有はできないけれども、きちっと声は届いているんだなという感じはしています。佐藤先生はこれまでさまざまなご苦労をなさっていると思うんですけれども、うん、心の支えとなっている聖句をですね、できましたらエピソードも交えて教えてくださいますか。はい、たくさんの苦労をしてまいりましたって言うとおかしな話なんですけれども、確かに、62年も人生生きているとさまざまなやはり困難とか出来事に出会うんですが、私が一番そういう時に慰められているのはコヘレトの言葉第3章の1節から13節です。でこのコヘレトの言葉に関しては今回の聖書翻訳でも編集委員としてご一緒した音も聡先生のご著書もありますよね。本当に虚しいという言葉、そうです、はい、ありがとうございます。そうなんです、虚しいという言葉が38回出てきて、聖書の中でも異色の書とかちょっとまあ毛色の変わった異色の書とか虚無的あるいは遠征的な書として評価されているんですけれども、私は逆にこれはすごいことだなと思っています。つまり、コヘレトの言葉のすごいところは人生は儚いんだよ、儚いものであるということを否定していないんですね。で人生は虚しいし儚いし儚いものだし煩わしいものだけれども、まあ、でもそれが人生だし、その中でアクセク生きることこそが大事なんじゃないかしらって語りかけてくれるっていう、私はそのあたりにとても深い慰めに満ちた言葉だなと考えています。今回の聖書協会共同訳では、まあ、虚しいではなくて空と訳されているコヘレトの言葉のところですね。私もこの音間先生の、ご著書ですね、こちらと、まあ、最近に NHK で心の時代宗教人生というので登場されたんですけど、今ちょっとコロナの関係で撮影が延期になって1回しか放送されてないんですけど、まあ、この音間先生の著書を拝読してコヘレトの言葉の魅力を、まあ、再認識私もいたしました。本当にそうですよね。先生は日本語担当として関わられただけでなく、御所歴史書の編集員としてご尽力くださいました。翻訳作業で大変だったこと、苦労されたことなどお話しくださいますか。はい、言語担当翻訳者の先生方は旧約聖書学、それから新約聖書学の権威でありエキスパートです。なので31年ぶりの聖書翻訳にあたって、まあ、最新の最も新しい神学研究の成果を今回の翻訳にどのように反映させていくかというのは、まあ、この言語担当の先生方、言語担当翻訳者に課せられた責務でもありました。でその中でともすれば過去の聖書翻訳の蓄積、つまり文語訳聖書、口語訳聖書、新共同訳聖書との差異化を目指すあまり、それとのやっぱり違いを明らかにしたいというそういうことを目指されておられますから、かなり超個性的な日本語というのを、超と言っていいのかごめんなさい先生方、超個性的な日本語をいかに自然で直訳としても無理のない日本語に変換していくか、私は最初は文法的なことの間違いを正すとかその程度のことを考えていたんですけれども、最終的には聖書の日本語表現というものに深く関わることになりました。
例えば、3つほど例を挙げたいんですけれども、まず助詞、格助詞ですね、これをどのように選んでいくかという問題です。大きな声では言えませんけれども、あるビールメーカーのキャッチコピーを思い出していただきたいのですが、オレンジジュースありますという文章、オレンジジュース点ありますなんですね。格助詞ないんです。ところがオレンジジュースはあります、オレンジジュースがあります、オレンジジュースもあります。ではそれぞれ全く別の意味が生じてしまうんですね。このように別の意味ですから、さっきのオレンジジュース点ありますというのは、非常にキャッチコピーとしては優れている、コピーを褒めてもしょうがないんですけれども、優れているんですけれども、このように別の意味あるいは別の解釈が生じてしまわないように、内容を揺るぎないものにするために格助詞一つ選ぶのもかなり神経を使う作業になるわけです。また別な例ですが、日本語の熟語では飲食、飲み食いですね、飲食店のように、飲むのが先に来ますよね。飲むかつ食べるという順で熟語になっているんですけれども、ヘブライ語の語順は逆なんですね。食べかつ飲んだという語順になっています。この語順が逆の言葉を、どのようにして、通常であれば慣習的に飲食という語順が定着している日本において違和感なく、日本語訳において違和感なく、無理なく食べて飲むという語順に、語順あるいは表現にするかということが、これもありました。もう一つ例を挙げますと、ダビデ王の少年だった頃の少年ダビデが登場するシーンで、ダビデは高顔の美少年であったって言語翻訳者が第一項で出してこられました。なかなか高顔の美少年、今時は使わない言葉なんですけれども、この高顔の美少年っていう表現は、3つの要素、ほっぺたが赤い、頬が赤い、それから美しい、それから少年であるという、この3つの言葉、3つの要素から成立しているんですね。なので文脈によって最もふさわしいように変化させる、この3つが揃っていたところは高顔の美少年という表現も残りましたけれども、要素によっては美しい少年だけの場合もありましたし、ほっぺたが赤いっていうだけになることもありました。なので、別な箇所ではダビデは本当に美しい少年であったっていうシンプルな文体になっている箇所もあります。で、このような日本語修正、先ほど第一項で本当に超個性的な日本語を、修正する時の、皆さん、どの言語担当の先生方も日本語担当の私たちをとても大切にしてくださって、意見を聞いてくださったんですけれども、そのためのやっぱり論理的な根拠というのを示すために用いたのが日本語コーパスと呼ばれるもので、皆さんは例えば大納言、中納言、小納言って聞いたことあるかと思うんですけれども、そういうこれ検索ツールなんですが、この検索ツールがとても役に立ったと思います。あと日本語文法学会が刊行している日本語文法辞典とか、もう本当にたくさんの辞書、特に聖書教会がジャパンナレッジに入らせてくださいましたので、日本国語大辞典というのも、もう本当に駆使しましたということで、たくさんの辞書に助けていただいたというのが一番記憶に残っているところかなと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ツイッター、フェイスブックもやっています。今後のイベントの詳細については、こちらでもお知らせしていく予定ですので、フォローいただければ幸いです。